はい、静岡ブルーレブズの日野武史です。ポジションはフッカーです。2019年にはスタッドトゥールーザンでプレーしていました。そうですね、2017年に日本代表の遠征でトゥールーズに初めて行かせていただいて、それ以前にも、遠征で来たことがあったので、トゥールーズのイメージはすごく良くて、まず街が綺麗で、あと都会すぎず、まあ、程よい、街感がありまして、また、食べ物もすごい美味しくて、すごいいい遠征、毎回来るたびにいい遠征になった思い出があります。おすすめは、まず綺麗な街並み、派手さはないんですけど、街の中を流れるガロンド川がすごい綺麗だったり、街の風景であったりだとか、あとはちょっとこう昔ながらといいますか、ちょっと南仏とあとちょっとスペインの香りするような街並みでありますとか、あとは食べ物でいうと、そうですね、トゥールーズソーセージという、大きいソーセージがあるんですけど、ぜひそれがすごい美味しくて、鴨ですね、鴨肉のコンフィだとか、フォアグラとかすごい産地なのですごい安くて美味しいものが食べれます。おすすめです。すごい自由な時間は、自転車を漕いで街の中を探索してリフレッシュしたり、そこで、カフェはいくらでもあるので、カフェでエスプレッソを頼んでお茶をしたり、本当に僕が、いる時にお世話になったたくさんお好み焼きのジュゲムさんであったりだとか、フランス料理、日本人のフランス料理を出さ、日本人がフランス料理を出してる人というレストランもあったりするので、ぜひ足を運んでいただいて、トゥールーズの、トゥールーズの中の日本を感じてもらえれば、またそれもそれで嬉しいので。そうですね、トゥールーズで試合した時は大体本拠地のアーニス・ワロンの横のボデガでっていうバーが大きなこう室内型のこう大きい施設に、そこにバーがあって、そこでよく試合後はチームメイトとかファンとかと一緒に飲んだりもしてましたし、その後は、街で行くと、キャピトル広場っていう大きな広場があるんですけど、その付近でいろいろ夜になって選手だけじゃなくて、本当に横にいるファンとか本当に知らない人とかでも一緒に楽しめる、そんな楽しい雰囲気のある街だと思います。一番気に入った場所はやっぱりそのキャピトル広場っていう本当一番メインの広場があるんですけど、そこがすごいもう本当綺麗というか、フランスっぽいっていう感じのところなので、ぜひ、皆さん行かれると思うんですけど、行った際には本当にこの大きな広場 でその向かいに、その広場の中に本当にカフェとかレストランあるんで、そこのオープンテラスになってるので、そこでぜひ、お茶するでもいいですし、食事するでもいいですし、ジェラート屋さんとかもあるんで、ぜひそこでゆっくりのんびりした時間を過ごしてもらえればいいかな。そこからまた歩いてガロンヌ川とかそういう景色も楽しめると思うんで、本当石畳の道を楽しんで、なんかいろんなお店とか散策してもらえればいいかなと思います。トゥールーズはパリとかと違って、大都市ではないんですけど、本当に人も街もあったかくて、食べ物もすごく美味しくて、本当に過ごすにはベストな街だと思ってます。ワールドカップというせっかくの機会であるので、ラグビーの街でもあるこのトゥールーズを楽しんでもらいたいと思います。お待ちしてます。